にちは。今日はですね、最近心地いいなって感じる私の寝る時の環境についてご紹介していきたいと思います。寝る時のお洋服からご紹介したいと思うんですけど、こちらの今これショーパンみたいなの履いてるんですが、シルクのセットですね。これね、リリーシルクさんから今回いただいたんですよ。今着用しているこちらブラックのこのキャミソール、ここぐらいまでの長さになっていて、これはカップがついているものを選んでみました。で、私サイズが若干大きかったので、ちょっとここの部分で調整して結んで留めてるんですけど、カップ付きだったら1枚で着れるし、部屋着としてもすごくいいなと思いましたね。で、ブラックのものにしてみました。着てないみたいな着心地です。肌当たりもすごく柔らかいし、で、今着用しているこのすっごい短いショーパンと、こちらの上がセットになっているこれがパジャマです。はい、こんな感じのパジャマなんですけど、私はブラックのものを選んだので透け感とかも一切気にならないし、パジャマってなんか私オーバーすぎるものを着て寝ると寝返り打つ時についてこないから、これぐらいのタイトすぎず緩すぎずのデザインがすごく好きです。この組み合わせすごく気に入ってますね。さっとこう羽織ることができるから、部屋で寒い時とかにも羽織としてこんな感じで羽織るのもありかなと思います。あとはね、ナイトキャップ、初めて見た形のものを選んでみたんですけど、なんか私ぐらいのショートの方はこの形すごくおすすめです。これも黒にしてみました。なんかね、私何個か形いろんなの試したことあるんですけど、なんか結ぶやつだとちょっとね、ここの頭の部分が結び目が来ちゃうので、寝る時にちょっと気になったりとかで、ゴムのやつは使ったことないんですけど、ちょっと取れやすかったりとかするみたいなので、これね、全然取れずに朝までちゃんとかぶれてるし、でも締め付けきつくないし、頭がね、形によっては潰れちゃうものもあるんですよ、この頭頂部が。それもこの上が盛り上がってるからなくて、これすごい気に入ってます。はい、こんな感じです。結構可愛くないですか？なんかちょっと異国情緒あふれる感じになるんですけど、こうターバン巻いてるみたいな形で、この部分にちょっとこうゆとりがあるようなデザインになってるから、その頭のここのラインをペタンってすることなく保ってくれるから、すっごいこの形好きなんですよ。で、後ろのこの部分だけにゴムが入ってるんで、なんかこれぐらいのデザインの方が私には相性がいいなと思って、すっごくお気に入りです。ナイトキャップ使ったことない方はぜひ、どんな形でもいいんですけど使ってみていただきたい。もう私ナイトキャップ歴何年になるんだろう、もう5、6年、5、6年どころじゃないかも、8年とか9年とかずっとかぶってるんですけど、それぐらいね、1回使い始めたらやめられない商品です。全然朝の髪のパサつきとかが違ってツルツルに仕上がるので、寝る前より寝た後の方がすごい髪の状態良くなってるんですよ。だからもう必ず旅行に行く時にも私はナイトキャップだけは持って行くようにしてます。そしたら枕がどんな状況のものでも髪はいい感じで収まってくれるんで安心できるんですよね。すっごいおすすめです。で、最後の商品がこの枕カバーです。枕カバーをね、シルクにするのすごい楽しみにしてたんですけど、めちゃくちゃいいです。で、枕カバーはホワイトにしたんですけど、このね、ホワイトのシルクのツヤ感めちゃくちゃ美しくって、あー美しいなって感じでいつも寝ております。肌当たりがすっごい柔らかいのはもちろん、なんかね、塗ったスキンケアが吸収されないから肌にちゃんと残ってくれてるって感じがします。朝綿のものとかだと結構持ってかれちゃう感じがあって、乾燥してる感じがあったので、その点すごくシルクの枕のラカバーめちゃくちゃいいなって思ったのと、シルク製品洗うの心配される方多いと思うんですけど、私一回この枕カバーも洗ってるんですけど、特に手洗い酵素とかで洗剤も気をつければ全然普通に洗えました。で、そんなにすごいシワがつくってこともなくて、とてもおすすめです。だからシルクの枕カバーだけで、このナイトキャップなしで寝てみたこともあるんですけど、枕がシルクであっても
その髪の毛のことを考えると摩擦を起きないっていう意味でこのナイトキャップがあった方が良かった。全然違った。それはそれで枕カバーはなんか肌のため、キャップは髪のためっていう感じの印象を受けました。でリリーシルクの商品ってすっごいあのプレゼントとかにもおすすめだなって思うんですけど、こんな感じでパッケージがすごく洗練されていておしゃれで、しっかりした箱に入ってくるし、あとねこんな感じのカードが入ってたんですけど、ここにねリリーシルクについてのことがすごくいろいろ書いてあったんですね。こう環境に配慮されたブランドなんだなっていうことが伝わってきました。ちょっとこの説明を簡単にしたいと思います。ってことで今寝る場所にちょっと布団を敷いてみました。こんな感じで寝ております。で私たちこの折りたたみのマットレスでいつも寝てるので、好きな場所に敷いて寝てるんですよ夫婦で。私はねここが大好きなんでこんな感じで寝ております。でここ畳なんですよね。畳の上に最近寝るのがマイブームで、で枕元にこの明かりの照明を置きまして、この掛け布団カバーとこのフラットシーツを以前無印良品で購入したのをご紹介してると思うんですけど、これねすごく気に入ってます。どちらもあの麻のリネンの素材のもので、なんかこうシャリッとしててちょっと肌当たりシャリッと感はあるんですけど、その清涼感がちょっと暑くなってきた今の季節にちょうどよくって、でしかもめちゃくちゃすぐ乾くので気軽に洗えるようになりました。風合いがねすごく美しいです。でそれにこのホワイトのシルクの枕カバーがめちゃくちゃ相性がよくって、この麻の素材のものとすっごいね気持ちいいので、こんな感じで合わせて寝てます。最近お気に入りの寝る前アイテムとして、またね今度詳しくご紹介するんですが、あの香りこれすっごい好き。これもあのいただいたものになるんですけど、新しく日本に上陸したかなんかでお試ししてみてくださいみたいな形でいただいたものなんですが、ピローミストとして使ってもいいようなものになってるんですけど、すっごくいい香りなんですよ。香水って感じの香りなんですけど、すごく癒される香りで洗練された香りがして、これをあのお布団にちょっとシュッシュッてかけていつも寝てるっていうのと、風呂敷でポーチを作っているんですけど、ここに寝る前に落ち着くタイプのもの、アイハーブで買ってるボディクリームと、こういうボディバーム系リップとか、寝る前にリラックスタイムっていう時に使ってるセットをこんな感じで入れてます。あのこの詳しい商品のレビューっていうかは後日またしたいなと思っているので、こちらでご覧ください。可愛くないですか。なんかこの和な感じにすごい合うなと思っていつもここに置いてます。でここら辺畳の縁には本を今置いていて、読みかけの本があんなにあるんですけど、雑誌だったりこうちょっと本格的な本だったりっていうのを置いてて、好きなものを、ね、読めるような感じにしていますっていう、この空間が大好きで、最近すごく長く寝すぎてしまうぐらいの感じになっております。はい、ということで本日は最近心地いいなって思っている睡眠環境についてのご紹介でした。で今回ご紹介したリリーシルクさんの概要欄の方に詳しく書いておきますので、気になった商品ありましたらぜひぜひチェックをしてみてください。私の一押しアイテムとしてはナイトキャップと、枕カバーですね。これを一番気軽に買えるラインで
すごく変化を感じることができるアイテムたちかなと思います。このパジャマもねすごいいいんですけどね、とってもおすすめです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。